味見多すぎないですか？え、ねえねえ、おかしいでしょ。味見ねえ。みーみーチャンネル始まるよ。あ、おはようございます。みーみーチャンネルのみーみーと申します。みーみーの休日ルーティーン撮っていきたいと思います。ただいまの時刻8時となっております。ちなみにこちらの時計は動いてません。今日の朝は一応7時ぐらいには起きてたんですけど、ベッドから起き上がるのがめんどくさかったので、あ、これママにバレたくないんですけど、ベッドで寝ながらスマホいじってました。ママこれを見ても絶対に怒らないでください。なんかさ、顔やばくない？マジでやめて。皮膚一枚自分の顔の上につけてるんですよ今。だからこういう顔になっちゃってる。絵を描きたいと思います。昨日の夜勉強してたので、勉強してたので机が荒れているので片付けます。休日ルーティン撮影中なんですけど、すいません、誰と喋ってんのかなと思って、はい、昨日そういえばママの誕生日だったんです。で、今日ママの誕生日パーティーをします。なのでミミはケーキを作ります。てか、ちょっと前まで爆弾って本読んでたんだけど、マジでバカおもろいから読んでみて。爆弾ね、爆弾、本当に面白いよ。大好き。え、待って、部屋の中に虫が入ってきたんですけど、でも違うじゃん、出たの。何強し、今虫が家の中に入ってきたので出しました。うちはいつも絵を描くときは音楽と雨の音を聞きながら絵描いたりしてます。雨好きなんですよね。とっても雨が好きなんです。晴れは嫌いなんです。あの、部屋盤なんでこんな下げてるかと言いますかと言いますと、小顔効果です。すいません、なんかここまで開けるとさ、この人顔でかって感じになっちゃうので、眉毛まで下げてます。あと頭にしすぎると頭痛くなるので額にやってます。色ミスった。なんかめっちゃ濃いんですけど。今朝ごはん食べてます。昨日の夕飯の残り物食べてます。さっきはご飯中に流す歌についてジェシャンと喧嘩しました。ジェシャンの目の真似します。だいぶ食べてました。って感じでございます。みーみーチャンネル。あの、マジでめっちゃ撮るの忘れてました。ただいまの時刻11時です。絵はもう描き終えて、ずっと1時間ぐらいちょっと YouTube 見てました。イエイ。ただいま勉強してます。やばない？で、何の勉強してるかと言いますかと言いますと、英語。やばい。待って、うち勉強してます。すいません皆さん、あの、うち勉強しちゃってます。え、みんなどう思ってる？うちって勉強するように見えますか？一応真面目クールキャラでやってきたいと思ってるから、勉強は毎日してます系キャラで行きたいんだけど、してるように見えますか？まあ、実はしちゃっているんですよ。今日は。土日に勉強とかマジで1年ぶりぐらいです。いや、1年半ぶりかも。やば！なんか中学生になってやっぱ勉強しないとじゃないですか。だからやってるんです。わお！今からママの誕生日ケーキを作りまーす。パチ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 。まず、スポンジケーキ作っていきたいと思います。クレアサンタさんからもらったやつです。ケーキ作りは簡単です、とっても。直径15センチ、丸型1台分を作ります。1台分？ミキサー？ミキサーくん出てきておいで。先輩、ミキサーどこですか？一番テーブルの横？上がりました。
今6分ぐらい混ぜました。そしたらなんか見てください、これね、砂糖と卵2個だけでなんかすごくなった。だけど沈んどん泡のキメを整えるため低速に変えて約1分ミキサーで泡立てます。また泡立てんかい。次はオーブンを170度に予熱します。はい、そしたら、まあ適当にやっていきましょうって話。そしたらふるいながら入れていきます。こんなんでいいんですかね、いりませんが。てか最近私のお友達がみーみーチャンネルなんか見てるらしくて、今も見てますか。学校で、あ、YouTube 見たよって言われるんですけど、まあ見てくれる分にはとってもありがたいんですけど、変顔してるけど大丈夫かな。まあうち学校とあんまキャラ多分変わるよ。一応真面目クールキャラでやっていきたいと思ってるから、休み時間は読書し基本してますし、基本うるさく騒がない。え、なので、え、うちだとしたら真面目って思われてるよね多分。やばいやばい、うち真面目マジで憧れてんの。かっこいいじゃん真面目って。やってない。で、真面目で普段笑わない子がたまに笑って可愛いみたいな。なんか泡を潰さないようにとか言われたんだけど、思いっきり潰してる気がする。こんなちょっとになっちゃったよ。もうなんで体積がどんどん減っちゃってます。なんかもう失敗する気しかしません。できました。開けまーす。膨らんでないっちゅ。失敗しました。もう一個小麦粉で作りたいと思います。それで2段にするという。どうしたの、意味わかんないんだけど。何が意味わからないし、さあ料理なんてしなきゃよかったよ。スポンジケーキって難しいんだよ。本当に意味わかんない。でもやってるんでしょ今。もうやりたくない。やめる。やるけどさ、マジで食べないの。ありがとうね、ママのために。泣く？泣いてる。泣いてる。どれどれ。涙流してんの？流してる。流してないじゃん。もういいって。こんなとこも汚して、ここにもなんかつけて。困る。意味わからない。何が？レシピが。おお、今度は成功しそうじゃない？メレンゲを潰さないようにトントントン。おお、味見多すぎないですか？え、ねえねえ、おかしいでしょ。味見。あ、いいわ。ねえ、いかない。味見多すぎ。なんすかガチ。そしたらここに入れていきます。ミミ、スポンジ焼けたっぽいよ。フラフラしてるよミミ。焼けたかな、膨らんだかな。ママまだ見てないよ。お、膨らんでる。膨らんでる。いいじゃんいいじゃん、すごい。いいですね。逆さにして冷ますことで縮みにくくなるそうです。ね、なんか使ったらタオルとかね、意地でもそうやってやるっていい。ねえ、素晴らしい。健康剤としてラムクリーム1スプーン飲みます、ね、どうですか。パワーアップした気分。砂糖入れないとだよね。あ、足りないよね。足りないね。もう一パック。あ、そんなとこ置かないで。そんなとこ挟めないで。で、怖いからママ持ってる。ほんと頼むから。割れた？割れた？割れてない。割れた？割れてない。すごい。どうやってんの？油を取り込めるかしら。ママじゃん。わかんないけど。わー。足の瞬間落ちてきた。あ、ごめんごめん。あちゃあちゃ。
もういいよいいよ。味はうまいんだけど、硬い。どうやったら言って、うん、1ミリのズレでも言って1ミリのズレなんてわかんないし、あ、なんか下に行ってる、もっと上、あ、危ねえ、うんうん、そう、その調子、お、音もいい、あ、いい、ちょっともっと上です、あ、そう、いい、素晴らしい、今日はパティシエミーム、お菓子を食べながらいるマジで、あの味見は絶対にダメだし、絶対にしないから、本当に絶対に食べないでね。耳に言いたい。これ本当に肝に銘じて、あ、マジで食べないで。食べてよ、マジで。耳が食べないでくださいね。マジで言うからね。全部入れて、ジャバジャバって。いや、痛ませちゃうから、丁寧にいかないからね。さすが。そんな調子じゃダメだよ。さすが。痛ませないようにね。あ、かわいい、いちご狩りしたみたい。ねえ。ママはいちごを切って、うちは生クリームを塗るという仕事をしていきたいと思います。これサンタさんからもらったんです、塗るやつ。スポンジが硬いからめっちゃ塗りやすい。それじゃあ、切ったいちごをここに並べていきます。ちっちゃいので半分に切りました。絶対に食べないし、絶対に食べちゃダメだからね、本当に。本当だからね。それでは最後一番上にいきます。おお、すごい。高さすごいですね。あ、これ落ちたやつだから食べます。これ食べていいんじゃない？落ちたやつだからね。つまみ食いしないって言ってたじゃん、ルール違反。どうなの？ママも食べよう。どうしたの？ルール違反しましたね。あ、あ、おい、あしました。デザインは言っちゃうと伊藤ですそうだよママ、頑張ってくれたんだ。頑張ってたでしょ。側面にイチゴつけて、上はこれが一番でっかいボス的なやつで、周りがそれを守ってるやつで、周りのちっちゃいやつもそれを守ってる。でこれは余ってたからつけました。かわいい、最高じゃん。こんな感じでケーキ作り終わり。何してんの？ポーンって飛ばしてくれる私その結果見えてるわどうなるかいきます。はい、いや、ね、見ないでだめっちゃ見てくんだけどいきます。はい、あ、どうなる飛ばないでしょ、大体クリーム飛ばないよ、だってここから乗っけるの、だってクリームがまず飛ばないでしょ、その手から。そんなベチョベチョしてくるよ、じゃ無理なんじゃん。固くないとダメなのか。え、手が痛いよ。手をこうやって、こう、こう、あ、いやいや、大丈夫、手痛いって飛ばないよ、落ちる落ちる。じゃあ、こう、いきます。絶対飛ばないから。あ、
これしか飛んでないじゃん。飛ばないよ。みーみーチャンネル。ハッピーバースデー、ディアママ。ハッピーバースデー、トゥーユー。おめでとう。ありがとうございます。みーみーチャンネル。なんか前髪がまっすぐになってる。直角作りました。ここだけまっすぐなのよ。効果になってますか？うん、なってる。皮膚の中に入れるんだ。だって触覚は外だよ。本当だわ。あの暴れないようにまとめてんの。耳の触覚は暴れます。